はいどうも白滝です今回の動画は明日イベントのガチャが更新されるので更新予想で一部2024年の選手の情報が判明したのでそれについての紹介、まあ、その他マンスリー感謝祭ファイナルミスターなどの情報についても話していこうかなと思います。 3月7日にイベントとガチャが同時に更新されます。まあ、予想はね、かなり難しくて、候補が2種類。1つ目がサムライジャパン2017。2つ目が OB 第6弾プラス再臨。まあ、それぞれね、説明していきたいんですけれども、1つ目のサムライジャパン2017に関して、まあ、2013年が登場したので、連続で17年が登場してくるかもしれません。 去年2006日本代表セレクションその後2009日本代表セレクションが連続で更新これと同じような内容で登場してくるかもしれませんで2017年の対象の選手登場してきそうな選手の予想に関しては、まあ、こちらの動画で話しているので、まあ、見ていない方はこの動画見終わった後概要欄のリンクから飛んでもらえればなと思います2つ目の更新予想が OB 第6弾プラス再臨 2023年3月15日 OB 第6弾とサイリンガチャが同時に登場していました、まあ、これも、ね、去年と同じような更新のさせ方をするかもしれませんガチャ内容の方も見ていきたいんですけれども、まあ、第6弾は20連目 OB 第6弾の選手確定40連目自チーム枠がありまして 50連目以降は OB のね、突入音を獲得できる、まあ、そういった内容で更新されていました。まあ、今年もね、同じような内容で、えーま、登場してくるんじゃないのかなと予想をしています。 OB 第6弾に関しては、まあ、ラインナップ、まあ、純正向きの、ね、選手が多くなっているので、まあ、この後ねと最強決定戦から、まあ、純正杯があるので、まあ、そこでトップを狙うという方は、まあ、必須級の選手がいる場合は、まあ、獲得して最強決定戦に参加していってくださいイベントの予想もやっていきたいんですけれども侍ジャパンが更新された場合のイベントの広報 まあ最終更新が10月20日の対決カーニバル11月2日のエージェントエース12月15日のドリームキャラバン 12月22日の俺の球場めし、まあ、これらのイベントの中からどれかスネヘ更新されてくると考えているんですけれども、まあれね、まあ運営がですね神運営であれば、まあ、最終更新が12月15日のドリームキャラバン育成を絶対にさせたくないそういった、ね、運営であれば、まあ、コストイベントのエージェントエースが更新されてくるんじゃないのかなと考えています、まあ、だから本命としてはエージェントエース、まあ、対抗が ドリームキャラ版、まあ、こういいった予想をしています侍ジャパンのえ報酬についても話していきたいんですけれどももし仮にえ去年と同じく、まあ、第2弾がえ無料10連でえ追加された場合はイベンントはえ通常のの S ランクの報酬になります無料10連がなかった場合は、まあ、エージェントエースあるいはドリームキャラバンその他のイベントで、まあ、侍ジャパンの選手を獲得できる、まあ、そういったね報酬でえ登場してくるんじゃないのかなと思います。 次に OB 第6弾の予想もやっていきましょう去年はランキングイベントで登場していたので今年も同じような、ね、内容で更新されてくると予想イベントの候補としては最終更新が7月25日のバッティングトラベラー で必勝アリーナが2024年1月19日最終更新になっていまして一番古いのが去年の7月25日バッティングトラベラーなので OB 第6弾が更新された場合はバッティングトラベラーで登場してくるんじゃないのかなと予想しています。 最後に3月7日のまとめやっていきたいんですけれどもサムライジャパン2017が更新された場合イベントの本命がエージェントエース対抗がドリームキャラバン OB 第6弾が更新された場合はバッティングトラベラーを予想しています、まあ、皆さんのね意見や考えなどに関してはぜひ、まあ、ともねコメントに書いていってください次に話していく内容がマンスリー感謝祭について話していこうかなと思います こちらのお知らせになりましてパワープロ30周年プロスピ20周年記念マンスリー感謝祭第3弾第3弾は毎日5000ストック経験値プレゼント開催期間は3月7日木曜日から 3月14日木曜日の14時59分まで合計で7個3万5000ストック経験値がプレゼントされますでこれに関して、ね、いろんな意見があったんですけれども、まあ、正直ですね見せ方が悪いかな、まあ、いつも通りの、ね、通常のバナーであれば、まあ、何事も、ね、なく騒がれることもなかったと思うんですけれどもこちら見てください パープロ30周年、プロスピ20周年記念と、ま、その OB 第3弾で、ま、1回目のね、このなんかイベントが来たんですけれども、ま、その時ね、藤村選手とか、まだ田村選手、結構豪華な、ま、更新がありました。ま、この豪華な更新があったので、ま、それ以降も、期待していた方、多いと思います。ま、なのに、一1月、2月、3月と、ま、このね、30周年、20周年にしては、ま、ちょっと、正直、正直なことを言うと、ま、しょぼいのかなと、 もうちょっと、ね、エナジーとか、まあ、無料10連とか限界突破コーチとか特殊コーチとか、まあ、そういった、ね、配布を期待している方多いと思うんですけれどもこの見せ方が悪い、ねまあ、通常のバナーであれば誰も文句は言えないこの30周年、20周年これがまあ非常に、ねまあ、重要になってくるんじゃないのかなと、まあ、ちょっと30周年、20周年にしては、まあ、微妙な、ね、感じな配布にはなっているんじゃないのかなと思います。 3つ目の話、2024シリーズの一部、ね、選手の球種が判明しました、まあ、その選手は西武の水上選手と海斐の選手になるんですけれどもまずは水上選手を見ていきましょう、まあ、左側にね画像を貼ってあると思うんですけれども、まあ、こちらが第1球種になっていますナチュラルシュートスライダー、ドロ,ロップカーブフォークツーシームファスト 第2球種が横上方向のツーシームファストで高速スライダーといや球種を見る限りセーブ純正にとってはかなり強い選手になっていますま第1球種スプリットであれば初心者の方は、ま、使えてきたと思うんですけれども、ま、ちょっと強くないですかツーシームナチュラルシュート横方向のツーシームなんとツーシームが2種類あるんですよこれ初なのかな月日に、ま、このナチュュラルシシーートとか2シームが、ね特殊 能力により、まあ、強くはねなるんですけれどもどうなんやろ水上選手もしかしたらそのねアップデート次第ではかなり強い選手になってくるかもしれないんですけれども、まあ、こういったね情報が、まあ、昨日ね、ね西ブ公式の YouTube チャンネルにて発表がありました。 2人目が甲斐野選手最終更新が2021シリーズ2、まあ、この時の球種がストレートスライダースプリット第2球種縦スライダーこういったね球種になっていました今回2024シーズンの甲斐野選手のゲーム内球種第1球種がストレートスライダーカーブ フォークと、スプリットではなくフォーク。第2球種に縦スライダーと、カイの選手自身はなんかね、ツーシームを投げている、フォーチかななんかそういった球種を提案していたんですけれども、実際にゲーム内でね登場する球種は、こういったね感じになっています。またカイの選手もね、なんか今年ツーシーム投げまくるって言っていたので、またスプリットとかもね投げまくるって言っていたので、動画で確か、まさにシリーズ2からはツーシームがね、ついたカイの選手がもしか したら追加されてくるかもしれませんそしてこの動画の最後に話していく内容がファイナルミッサーについて 明日3月7日日月木曜日の15時より開催されますでこれの注意点としては、まあ、通常のミキサーであれば、まあ、レベル1の状態でも投入することができるんですけれども、まあ、こちらはね選手レベルがマックスの S ランク選手のみ投入することができます、まあ、これに関しての、ね、解説は1か月前に投稿しているので、まあ、その動画見ている方は育成して、まあ、最速でねファイナルミキサーできるんじゃないのかなと思いますで今マックスの選手がいなく なくてもまあ、開催期間としては、ね、3月26日火曜日の8時59分までなので、まあ、今から、ね、S ランクの選手、まあ、レベル1から、ね、育成して、まあ、この、ね、26日までには、まあそのまあ、狙いの選手を、ね、狙ってミキサーはやっていってもらえればなと思います。このミキサーで強い選手を狙ってオーダー補強してほしいんですけれども、まあ、どこの、ね、自チームで引くべきなのかどこのポジションで引くべきなのか、まあ、最後、ね、軽く話していこうかなと思います。 まずはおすすめの自チーム枠について話していきたいんですけれども3位が横浜あるいはヤクルト横浜の狙いとしては佐野選手、ウェンデルケン選手宮崎選手、伊勢選手、牧選手、まあ、あとは山崎康崎選手かなツ、えーシームファストとシンキングファスト、まあ、これらの、ね、投げ分けがまあ強い秘密兵器としてリアタイで使える可能性があるので、まあ、3位が横浜になっています。 もう1つの球団がヤクルト、狙いがえ木澤選手、サンタナ選手、村上選手、田口選手、で3段目え、山田選手、小川選手、塩見選手、これらの選手はリアタイで使える、ま、性能になっているので、ま、村上選手、山田選手が欲しいという方は、ま、そういった選手、狙っていってください。 おすすめの球団第2位がえ巨人。まあ、狙いとしては、まあ、グリフィン選手、中川選手、まあ、2段目で言えばえ丸選手、坂本選手、岡本選手。まあ、3段目 高内選手、菅野選手、吉川選手も特殊で、ね、セカンド B にすることができる、まあ、守備用意として使うことができます。まあ、あとは、まあ、初心者の方であれば戸郷選手4段目が山崎選手ツー、まあ、シームが、ね、C、まあ、B 寄りの C でタイピンチ発動すればツー、まあ、シーム A になる、まあ、かなり、ね、強い、まあ、隠れ投手になっているので、まあ、山崎選手も当たりの選手になっています。まあ、おすすめの球団2位としては巨人 そして第1位がソフトバンク、狙いが和田選手、藤井選手、近藤選手、柳田選手、松本選手、栗原選手。 3段目、モイネロ選手、石川選手、4段目であれば甲斐選手はまあ守備要員かな、まあ、肩が91、まあ、あとは有原選手、ツ、ま、ー、あ、シームと、まあ、スプリットを持っています、まあ、これらの選手はリアタイで使える性能になっているので、まあ、リアタイを、ね、強化したいのであれば、まあ、柳田選手、近藤選手、藤井選手などを狙っていってください。 次におすすめのポジションについて第3位が抑え、まあ、先発に関しては、ね、山本選手、上沢選手バウアー選手今永選手など、まあ、排出停止になったので今の状況であれば抑え枠かな、まあ、狙いとしては、まあ、田口選手マルティネス選手増田選手、まあ、これらの選手は、ね、リアタイで使える性能になっているので、まあ、そういった選手たちを狙っていってください松井陽樹選手に関しては排出停止になっています 第2位が中継ぎ枠、まあ、狙いとしては伊勢選手や山崎選手、まあ、巨人のね中川選手や澤村選手、で日アムは宮西選手など、まあ、リアタイで、ね、使えるえ投手などがいるので、まあ、おすすめ度としてはえ第2位がまあ中継ぎ枠になっています。 そして第1位が三塁手、狙いが佐藤選手、宮崎選手、岡本選手、村上選手、高橋選手、三、まあ、段目栗原選手、四段目中村選手と、まあ、リアタイで強い選手たちがね多く揃っているポジションなので、三、まあ、塁手の選手がいるのであれば、育成して三塁手でミスターやっていってください。 まあ自分もね今、こちらまあ三塁手の宗選手育成していてまあ村上選手と岡本選手狙ってミキサーをやっていこうかなと思います今回の動画は明日イベントのガチャが更新されるので更新予想、まあ、その他いろいろなプロスペースの情報について話していきました、まあ、何かねわからないことがあればコメントで返信しているので書いていってください まあ最後まで動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、5万人目指して投稿しているのでチャンネル登録と、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。